稼働に厚く堆積する、ガタ土、大町橋から上流型六角川は、佐賀県中部を流れる六角川水系の本流で一級河川。竹尾市西部の山地に発し、大ね登流。白石平野を流れる中流域では、蛇行が甚だしい。下流域で牛津川を合わせ、有明海に注ぐ。流れが緩やかで、また、有明海最深部に流入しているため、 川口から2 9トル地点まで海水の素上が見られる。川口部では江戸時代から干拓が行われ、またの利用食も盛ん。牛津川五流天より下流には川口干潟があり、有明海の干潟と連続している。また海水が素上する干潮域には素上に伴い厚く堆積する浮き泥が見られる。潮の満ち引きに伴う水流や、 水位の変化を利用した水運が近代まで行われていた。国内石炭産業の最盛期は大町町の土場口から下流は木島炭鉱から産出した石炭を川口近くの住野江港まで運ぶ運転船でにぎわっていた。小木市足狩町には干潟体験場、生き物観察場があり、この付近を含めた川口関から川口までの約4キロメートルの区間が、 県により、六ツ郎塩ウシマネキの裁縫を禁じる、保護区に指定されている。古くは、沿岸の地名から、六角港、高橋港、大町の入り江などと呼ばれた。六角川という名前は、江戸時代に長崎街道がこの川の沿岸にあり、水運も盛況であったことより、街道筋には多くの宿場町が栄え、中心地区であった六角地区の地名に由来すると言われる。 六角川本川の両岸に限っても、1953年6月、1967年7月、1980年8月、1990年7月などに、洪水被害が発生している。1980年と1990年のいずれも、竹尾市立花町や北方町で、波堤、小清水が起こり、竹尾市東部から北方町、大町町、港北町、 白石町、福富町、足刈町、牛津町の広い範囲が浸水した。下流域は干拓された低地が広がり、かつ暗号日知支派の吹き寄せが大きいこともあって、1956年8月、1959年9月、1985年8月に台風による高潮被害も発生している。江戸初期、現在の竹吉立花町では、 佐賀藩の成富兵庫重康の手により、第二地域の建設と散歩方の開発が行われた。この地域は、低地が広がっているものの監視域であるため、六角側からの取水ができなかったが、塩分を含む、水の素状を席により受け止め真水を確保するとともに、両岸に水路と紐を設け離水、治水を行った。また流路は、かつて幾重にも蛇行していたが、少なくとも、 江戸時代からこれを短絡する早水路の工事が各所で行われた。旧稼働の多くは水田化されて死人できないが、江北町の八丁では、旧稼働が今も排水路として利用されている。昭和初期から県の事業として、築堤や川底の浚節が行われた。1966年に旧河川に指定されるが、その8年前から国庫補助のある直轄事業として、 堤防改良や拡幅、排水ポンプ場の整備が進められた。その後、1980年の洪水被害を受け計画洪水位までの無低下症を解消したが、1990年、再びの洪水被害を受け、拡幅や排水ポンプ場増強、牛津川中流に無多変有水地建設が行われた。 また1959年の高潮被害を受けて、川口から川口関までの再下流区間では、海岸と同等の TP プラス7.5メートルの堤防が整備されてきた。六角川の中下流域は水田地帯だが、塩水が混じる、漢字を区間が長いため河川からの取水が難しく、ため池や掘り、高瀬打ち、地下水などを水源としてきた。その後、ポンプによる、 用水技術が急速に普及、水量を求めて不い度を掘り、汲み上げて農業用水を補うことが一般的となった。その弊害として地下水位の低下を招き、軟弱な粘土層が分布する白石平野の広範囲で昭和40年代から地盤沈下が問題となった。中流の北方町大あたりにある長池つつみは江戸初期に築造された上、中、 下と三段のため池で、白石平野北部の農業用水として使用されている。当時、停滞には水を通さない粘土を突き固めた、鋼を芯として、停滞を強化する工夫が施されていた。現代になって、容量像と補強が行われたが、同じ場所で稼働している。竹尾市では、上水道、工業用水道の水源として利用されている。 宇岸上流方から六角川川口関は白石町福富の川口から 4.6km 地点にある稼働関。1983年3月完成。当初は高潮防止と不特定用水の補給を主目的としていたが漁業影響を懸念する有明海の漁業者の反対が大きく、また農業を取り巻く環境の変化もあって用水利用は断念される。現在、 高潮防止を唯一の目的として潮位が上がる際に一時的に閉門するだけの運用が行われている。不足する農業用水については1973年着工の加瀬川ダムからの灌溉を利用することとなった。しかしこのダムも移転交渉等が長引き2012年にようやく完成となる。これに先立って2001年から加瀬川を水源とする。 上水道が通水開始、白石町などで水源が地下水から切り替わったことで、地盤沈下が鈍化する効果があった。なお、加瀬川ダムに淡水した用水は、川上東志港で取水、佐賀西武道水路を通じ白石平野まで送られる。加瀬川には、流行調整河川である、佐賀東武道水路を通じて筑後川から融通がある。ため、主に渇水時には、 間接的に、筑後側から取水する形となる。佐賀県武雄市、貴島郡大町町、道白石町、道港北町、小木市。ありがとうございます。